こんにちは、サッカーキングチャンネルの三氏です。私は本日 J2 リーグ第9節東京ヴェルディ対 FC 琉球の試合を取材してきました。試合の方は渡辺康太選手のゴールでヴェルディが先制したんですけども、後半アディショナルタイムの5分に FC 琉球のキャプテンである上里選手のミドルシュートが決まって1対1のドローという結果になりました。というわけでこの試合の勝手にマンオブザマッチは FC 琉球のカルバハル選手です。後半林選手との1対1になって、そのシーンは結果的に林選手を倒してしまう PK となってしまったんですけども、その際に林選手の左の膝が顔面に入りまして、約10分ほど、治療の時間があったんですけども、それで、なかなかね厳しいコンディションの状態だったと思うんですけども、林選手の PK を見事ストップということで、勝ち点1、獲得の立役者になったかなというふうにも思いましたし、琉球が同点に追いついて、その後、ホームのヴェルディがかなり圧力をかけてきたんですけども、そこでもビッグセーブがありましたし、本当ね厳しい状況の中でもよく踏ん張って素晴らしいプレーをしたなというふうに感じました。試合後のカルバハル選手のコメントなんですけども、負傷してからも、約30分ほど、ピッチに立ち続けて本当に素晴らしいセーブがありました。その中でもね、自分が外れずに、しっかりとチームのために責任を持ってやることが大事だというふうに、プレーをね、志願して続けたそうです。結果的に勝ち点1にとどまって、琉球としては5試合勝利なしという結果にはなったんですけども、この勝ち点1、ヴェルディというね、去年、参入プレーオフでも非常に素晴らしい結果を残して、実の代表として出場したチーム相手に1ポイント取れたことは、非常に良かったというふうに振り返っています。一方の東京ヴェルディはこれ3試合連続勝利なしという結果になりました。この試合に関して言いますと、フォーメーションを少しいじってきたところが、個人的には非常に気になりました。布陣が 4-2-3-1 のような形から 4-1-4-1 みたいな形となりまして、中盤のアンカーに井上選手を置いて、そのインサイドハーフの2枚のところに佐藤雄平選手と渡辺康太選手を置くという布陣になりました。得点を取った渡辺康太選手なんですけども、インサイドハーフのポジションに入って、かなりドリブルという自分の武器を出せているのかなというふうに感じました。渡辺選手の試合後のコメントなんですけども、ボランチよりもインサイドハーフの方がプレー的には非常にやりやすいというふうに言っていましたし、加えて得点アシストというところをね、もっと追求していかないといけないというふうに言及しています。しかしながら、その守備のところでちょっと課題があったというふうに言っていました。3枚のところ そのアンカーの脇を突かれることが非常に多かったというふうに話していて、そこを3人でどう連携を取って守備を回していくのか、ここが非常に大事というふうに言っていましたし、この布陣は今週から練習始めたといったことなんですけども、この布陣の最初の試合としては、それなりやれていたということなので、これをもっと、続けていきたいというふうに話しています。次節なんですけども、東京ヴェルディはアルビレックス新潟と、FC 琉球は同じ昇格組の鹿児島ユナイテッド FC と対戦します。いつもご視聴いただきありがとうございます。J リーグの取材動画なんですけども、3月から何回かやっていますが、 J2 でやるのはこれが実は初めてでした。私と水上ので週刊 J2 という番組をやっていまして、毎週月曜日の8時からライブでやっております。J2 の情報を深掘りする、ピックアップマッチなんかを定めて、その試合についていろいろ話していくみたいなコーナーとか、他にもおすすめ選手紹介とかいろんなコーナーをやっております。ぜひまだ始まったばかりの番組なんですけども、皆さんたくさんコメントで参加していただけると嬉しいです。そしてチャンネル登録高評価ぜひよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。チャオ。